どうもこんにちは。大学3年生の頃まで親の財布からお金取ってました。びっくりドンキー松田翔子 EG5 は飲んでるかいということでね、どうもパンのことです。ということで今回何してかっていうと、サーモンをねもらったんですよ。今回サーモンをねたくさんもらいまして、まあ、たくさんじゃないね、たくさんの1個をもらいまして、今回こちらにね寿司を作っちゃいました。サーモンで見てください、見てドン。ということでね、今回ね巨大サーモン寿司をね作ってきたんですけどもね、まあこれをねまあ見ての通り食べていくんですけどもね、まあ全部は食えないよ。お前がでかすぎて俺の顔が入らないじゃないかというね。ちょっと待って、価格直すから待ってね。そうですね、おいしい、あちゃん、おいしい、おいしい、はい、お待たせいたしましたということで、今回このねでっかいサーモンをね丸々1個食べていこうと思うんだけどね、まずちょっとサーモンにはやっぱりねわさびだと思ってね、今回わさび丸々1本の中にぶち込んでね、もうサーモン、はい、じゃあちょっと、はい、おやすみなさい。お前何回倒れんねん、ここに。これさ、手臭くなるからさ、ちゃんと手袋はめるわ。なんかね、生物ってさ、手がすごい臭くなるからさ、ちょっと、ね、ちょっと手袋はめて匂いつかないように。ちょ、ここだけ先食べていい？すごいね。ここ、見て、サーモン寿司。うわ、うまそう。いただきます。思ってた以上に美味しい。ご飯買って、昨日炊いたご飯だから、ちょっと硬えな、これ。これ贅沢やな、これ。ネタの部分分厚すぎるやろ。うわうわうわ、見て、これネタに対してのこのご飯の量。これ見て、断面。うわ。きっしょ。じゃあ、いただきます。これネタやばいな。うん。気まずい顔してるけどすごく美味しい。やべえ、手袋しない手で食べちゃった。うん、泣いて泣いて。ちょっとね、見ていただきたいのがね、この断面図見て。じゃあ切ってくんだけどね、お前手袋つける方逆、手袋の逆っていうことなんですよね。ここでじゃあ切っちゃいます。ちょっと待って、逆なんです。知るなんですみたいに言わないで。見て断面、お前どういう比率やねんこれ。もうパラパラーって。じゃあチャルモケスミだ。あ、どうぞ。わさびが痛い。わさびってさ、もうすごい自然と咳が出るんだけど。あ、お腹痛い。腹筋が。あ、いくわ、いや。はい、かけて、いただきます。うめえ。わ、ちんちゃまじっす。
今わさびがあった。しょっぺ。あ、おいしかったなーって言って。でもね、これはもう無理だよ。もうここへん食ったからね、もうこことここ食ったからもう無理やわ。もうね、あんまり食べ過ぎてもね、なんか尾びれ生えそう。ということで、まあ今回はね、あのサーモン寿司のお送りしちゃったんですけど、まあね、普通にね、このサーモンね、コストコに売ってる割にね、普通にうまい。なんかね、オーストラリアだかどっかギリシャだかわかんないけど、どっかの国のサーモンなんだけど、普通になんかね、国産みたいに脂のめっちゃ乗ってるし、普通に美味しい。だからもしね、コストコ行ってね、あのサーモンが売ってましたら、皆さんよかったら買ってね、サーモン寿司作ってください。多分ね、50人前ぐらい作れるわ。ね、まあ、50人前ぐらいは作るんでね、あの僕あの友達のいる方はね、ぜひ作ってみてください。はい、僕みたいな陰気はね、あのぼっちの友達少ない人はやめておいてください。じゃあまた次週の動画でお会いしましょう。バイバイピン。